朝晩が寒くなり、時々ストーブをつけるような季節になりました。寒くなると体が硬くなるのか、最近背中と膝を痛めてしまいました。背中はちょっと重い荷物を背負って孫のみっちゃんを抱き上げたら痛くなっちゃったんですね。みっちゃんは小柄な方なんですけれども、だんだん大きくなってきてるんだなっていう風に実感しました。抱っこできるうちにね、いっぱい抱っこしておこうと思っています。膝の方はですね、サーキットトレーニングのマシン、足の向きが悪かったのか急に痛くなってしまったんですね。今までそんなことはなかったのでびっくりしましたが、寒い日だったので体がついてこなかったのかもしれません。体が冷えると思わぬところで不具合が出てくるので気をつけようと思っています。体が冷えるのは要注意です。心が寒くなるのも要注意です。ゴスペルで心を温かくしてほしいと思います。本日も1時間最後までお付き合いください。